さあというわけで今日は両国をお散歩いたします。今日ちょっとショーパンが、ブラジル行っておりますので不在ということで、とりあえずは私一人でブラブラとお散歩をしたいと思います。そう、4年前からずっと一緒にお散歩してきた生野さんがオリンピック取材のため初めてのお休み。有吉君、張り切りすぎて無茶しないでくださいよ。あ、ここね、前行ったんだよ。ほら、あ、ほら、貼ってあるけど潰れちゃった。あら、これも恥ずかしい、恥ずかしい。ああ、そうか、辛いね、辛い店ね。こういうのはそっとしておくのが大人ってもんですよ、有吉くん。あら、いっぱい高校生じゃん。ほら、すごい。ショーパンがいないとなんかやっぱり盛り上がるね。いたらもっと盛り上がります。いやー、すごいすごい。こうやって一人でやってみるとあんまりショーパンの必要性を感じないな。全然何の不安感もないけど。シェイク3。若い人並んでる。ハンバーガー。うわ、いっぱい若い人だらけだな。お肉とお肉のハーモニー。どういうことなのかこれは気になりますね。ああ、並ぼうか。じゃあ並んでんですか。はい。そうか。食べたことありますか。ないの、初めて。この辺の人。いや、違います。何で見てきたの。なんかね、食べログで。食べログで見てきた、はい、そうか。随分と評判のお店のようですね。それにしてもお肉とお肉のハーモニーってどういうことなんでしょう。よいしょ、入ろう入ろう。よいしょ。うわ、ほら、いっぱい人がいるよ。すげえいっぱい人がいる。どっちだ。あら、ほんと大にぎわいですね。すいません、こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃ流行ってんな。うわ、どうしよう、どれがあれなんだろう。な、何があれなんですか。あの、人気というか、面白いのあります。そうですね、当店ワイルドアウトっていう、うん、あのお肉とお肉でトマトチーズオニオンを挟んだハンバーガーが人気です。パンはないの。それは。そうですね。あ、パンないの。パンがないハンバーガー。あ、そう、まあそれが面白いね。外にも書いたんですけど、はい、お肉とお肉のハーモニーでワイルドな。あ、そう、はい、じゃあそうしようか。お願いします。それと普通のやつもらおうかな。じゃあ2つ食べますか。2つちょっと食べて、あとはスタッフにあげるか。あ、ですか。うん、2つも頼むなんて珍しいですね。飲み物ね。はい。な、何がメニューは。はい、ビール。ビール飲みますか。ビールあります。はい、じゃあそうしようかな。はい、もう昼だからね。朝じゃないからね。はい、すいません、お願いします。お待たせいたしました。こちらがハンバーガー。いや、来た。いや、でかっ。うわ、うまそう。で、こちらがワイルドアウト。いや、でかっ。うわー、すごい。こちらはワイルドアウトはそのまま紙持っていただいて。お、このまま食べんの。はい。これ、マジ。すごいよ。ほら、まさにお肉とお肉のハーモニー。こちらが名物のワイルドアウト。いや、これダメだよ。もうこれで終わるよ、今日。こんな食べたら。いただきます。有吉くん、お味はいかが。あ、うまい。あ、うまいよ。うん、めちゃくちゃうまいよ。あのね、ハンバーグなんだけどステーキみたいね。肉が結構粗めに引いてあるから食べ応えめちゃめちゃうまいですよ。羨ましいでしょ。すいません。今度ぜひ、今度ぜひね。めちゃめちゃうまいよ、本当に。いや、なんかめちゃめちゃうまいもん。やめたいよ、俺も。やめたいけど、ちょっと。ちょっとまずいね、これ。もう今日、終わっちゃうパターンだね。
それでもやっぱこれでいかない。うわ、あ、硬い。クリームブリュレみたいな感じね。ここが、ほら、ほら。有吉君、食レポ上手じゃない。ああ、いい音。肝心のお味は？あ、うまい。あ、こんだけやっぱ流行ってるはずだ。めちゃめちゃうまい。有吉君行きますね。うん、うまい。なんだろう、めちゃめちゃ 味付けがいいんだよ。やっぱパンのここのちょっとカリッと焦げた部分がめちゃすげえうまいわ。やっぱ美味しいですね。美味しいですね。肉の味がやっぱしっかりしてんだね。すごいパンチが効きますよね。うん、わかる。うん、美味しいですね。美味しいですねって言ったのね。お尻かゆいですねって言ってたのだ、ね。美味しいですねね。あ、全部食っていて。めちゃめちゃうまかった。もいちゃんですね。はい。ごちそうさまです。ありがとうございます。あ、俺財布ないよ。はい、今日はお願いします。あ、ショーノの財布、はいはい。今日はお会計も有吉くんなんですね。よし、おいくら？あ、3550。はい。はい、おばさんの財布使うの。おばさんの財布ってこんなんなんだね。5000円があるか。あ、じゃあ5000円で。はい。はい、すみません。5000円お預かりいたします。これいりますか？あげます。ありがとうございます。はい、どう。あら、いつになく優しいじゃない。バイバイ。バイバイ。よし、行こう。お疲れ様でした。あ、いいね。なんか今のお店良かったよ。嫌な客がいなかったね。